はいえー、それでは4月22日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます、えー、本日は、えー、学習経験者は特に注意して、えー、学習していただきたい項目についてお伝えしたいと思いますそれは分かったつもりになっているということなんですね日頃当たり前のように繰り返し勉強しているとあまり深く考えずに勉強してしまいます、えー、というのもそれでも解けてしまうんですね何度もやっているから 問題も答えも覚えちゃってるんですよ。なので、深く考えずに勉強しても解けてしまうということなんですね。しかし、問題が解けるというのと理解をしているっていうのは違います。これに気づくことが非常に重要なんですね。例えば、平成30年の問9の問題。このあたりは基本事項なんですけれども、苦手な方もいらっしゃいます。基本的な内容なので、問題文を理解した上で絶対解けるようにしておきましょう。 単に解けるじゃなくて、ちゃんと問題文を理解して、あ、こうこうこういう状況だからあ、こういったルールが使えるな、だから答えはこうだな、というふうに、ちゃんと物事を論理立てて答えを導くってことができないと、いつまでたっても本試験で初めて見る問題で解けないということになっちゃいます。なので、このような基本的な問題をきちんと理解した上で確実に得点すること、えこれが合格するために必要なことなんですね。 で、平成30年問い球の問題については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひどんな問題か確認していただければと思います。分かったつもりの勉強じゃなくて、いつもより少し時間をかけたとしても、理解を深める勉強をしていきましょう。そして、その理解を深める勉強、理解学習というものは、個別指導で行っております。ただ、この個別指導についてもえ、募集終了まであと5名になりました。 もうちょっと定員、えー、そろそろいっぱいになっちゃうんですね。なんで、残り5名は募集するんですけども、えー、それ超えちゃうと、えー、一応募集切らしていただきますので、その点ご了承いただければと思います。もし、えー、今年絶対合格したいというのであれば、個別指導で一緒に勉強していきましょう。えー、個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入ります。A 所有の建物。 1000万円ですね。これにつき、A を売り主、B を買い主とする売買契約が成立し、手付金として500万円を支払ったが、移転登記前に売り主 A の過失により建物が滅失してしまった。この場合 B は A に対して契約解除もしくは損害賠償請求ができる。丸かツかという問題ですえ。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、これ答えは、 えー、罰ですね。えー、結論、どこがツかというと、契約解除、もしくは損害賠償請求、この、もしくはが誤りなんですよ。これ、どっちもできるんですね。契約が成立して引き渡しをする前に、どちらかの責任で目的物が滅失したとき、滅失ってこれなくなるってことです。つまり建物がまなくなっちゃったってことですね。えー、この場合、責任のある方の債務不履行として扱われます。えー、今回は、 A の過失により、売り主 A の過失により建物が滅失してしまったんですよね。これ例えば、タバコの不始末とか、売り主がタバコの不始末で契約した建物を燃やしてしまったと。えー、この場合、売り主 A の債務不履行になるので、まあ、A が責任を取るって話なんですよ。だから結果として B は A に対して契約解除をすることができますし、損害賠償請求をすることもできますよと、と、まあ、いうことですね。 なので、契約解除だけじゃなくて、合わせて損害賠償請求ができるので、誤りだということです。まあ、とりあえずはね、このポイントをちゃんと覚えておきましょう。ただ、えー、一つの問題から一つのポイントだけ覚えていては、まあ、卓券試験の重要ポイントを網羅できないし、整理できないんですよね。宅検試験で覚えるポイントって、非常にたくさんあるんですよ。で、それをちゃんと網羅した上で、自分自身で整理していくってことをやっていかないと、覚えなければいけない、えー、ポイントっていうものが頭に入らないんですよね。 結果としてどれだけ勉強しても頭の中が混乱して合格できなくなります。なのでこういった点っていうのはつなげて勉強するっていうのが非常に効果的なんですね。 じゃあ、この問題について何をつなげて勉強しなければいけないのかっていうところがポイントなんですけども、ちょっとここまで話すとですね、長くなっちゃいますので、あの、個別指導でお伝えする形になります。まあ、こういった部分が理解学習なんですよね。こういった部分を早い段階から始めるってことがすごく重要なんで、もしね、あの、自分自身でつなげて勉強するとか理解学習できないというのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。で、個別指導の受講者さんには別途動画あります。えっと、3問分かなこれに関連する問題が3問ありますので、その3問について、 で、問い2ですねえ。クーリングオフに関する問題です。でえ、クーリングオフ入る前になんですけども、まだえこの動画のチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンですね。そちらを押していただいて、チャンネル登録していただければと思います。では問題に入ります。宅建業者でない飼い主からクーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、 この契約の解除が法的要件を満たし、かつ売り主 A が手付金を受領しているとき、A は手付金から違約金を控除して返還することができる丸か×かという問題です。今回売り主 A は宅建業者とは書いてないんですけども、宅建業者 A と考えていただければと思います。 で答えは×です。クーリングオフによる契約解除では、違約金とか損害賠償請求っていうのはされないんですね。つまり、売り主 A っていうのは、宅建業者でない飼い主に対して、違約金を請求したりとか、損害賠償の請求とかってできないんですね。手付金をそのまま返さないといけないということです。 手付金をそのまま全部返なないといいいとととけうことです、す。今回問題文は、手付金から違約金を控除して返還することができるとなっているので、この部分が誤りだということですね。で、控除して、これの意味なんですけども、この意味、えー、分かりますでしょうか。控除してっていうのは差し引いてっていう意味なんですね。つまり、手付金から違約金を差し引いて返還することができるって書いてあります。 例えば、手付金100万円預かって、違約金が30万円だったと仮定したら、問題文の内容だと、A は100万円から30万円を引いた70万円を返還すれば OK だっていうふうになるんですね。でも、これは間違いで、違約金、これ控除することできません。違約金請求できませんので、手付金100万円をそのまま飼い主に対して返してくださいねと、返さないといけませんよっていう内容です。で、問い3ですね。 農地法の許可を受けず、農地を宅地として造成したものは、都道府県知事から工事の停止、原状回復、その他違反を是正するため、必要な措置を行うよう命じられることがある。○か×かという問題です。これは丸ですね。許可を受けないで権利移転させれば、それは無効になります。でまあ、今回の問題はここじゃないんですね。この下の部分です。許可を受けずに転用したら、原状回復命令など命じられます。まあ、これは基本中の基本ですね。 ま、これは絶対に覚えておきましょう。セットで覚えておいてください。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。